辻空は岐阜県岐阜市出身のプロ野球選手。右投右打ち。埼玉武蔵ヒートベアーズ所属。野球好きの家庭に生まれ、テレビや球場観戦など常に周りに野球がある環境で育った。岐阜市立梅林小学校の2年時にスポーツ少年団で野球を始めた時から投手一筋で岐阜市立梅林中学校時代は軟式野球部に所属。岐阜城北高等学校では2年時の秋から主戦投手となる。3年時春は県ベスト4。3年時の夏は最速時速 143km 右腕として注目され、岐阜大会初戦の大垣工業高校戦では9回、1試合でノーヒットノーランの快投を演じるも、その後に安打を浴びてしまい2失点完投勝利を収めた。しかし、ベスト8で、中京高 2-7 で敗れた。豆を潰し13安打7失点を許した一方で、時速 140km 超のストレートとスライダーで10奪三振を記録した。大会終了後に岐阜代表として甲子園に出場する県岐阜商業校の要請を受け、打撃投手として練習に参加した。2012年10月25日、プロ野球ドラフト会議で広島東洋カープから、育成選手ドラフト1位指名を受け、契約した。愛媛マンダリンパイレーツ派遣時代2014年4月30日から四国アイランドリーグプラス、愛媛マンダリンパイレーツへ派遣され、27試合に登板。2勝2敗、防御率 4.06 という成績だった。2015年11月3日、2016年シーズンより支配下登録契約となることが明らかとなった。背番号は56。2018年10月2日、2019年シーズンの契約を結ばないことが発表された。広島での6年間で1軍登板はなかった。戦力外後の11月13日に、多摩ホームスタジアム筑後で行われた12球団合同トライアウトに参加し、松本龍拳に支給を与えたものの、園部聡は中飛。辻東凜は投げゴロに打ち取り、最速は時速 150km を記録した。12月2日に自由契約選手に公示された。2019年1月7日、ルートイン BC リーグの埼玉武蔵ヒートベアーズへ入団。2019年の成績は26試合に登板して3勝1敗、2セーブ、防御率 3.96 だった。11月12日に前年に続いて12球団合同トライアウトに参加し、3人と対戦して外野フライ1、内野ゴロ2の内容だった。2020年は合同トライアウトへの参加資格を失ったことから、埼玉から直接の NPB 復帰が叶わなければ引退すると覚悟を決めていたが、新型コロナウイルスの影響でリーグ開幕が遅れる。開幕後は、順調にマウンドをこなすも、8月8日の対神奈川、フューチャードリームス戦で肩に違和を覚えて降板し、大円筋断裂で全治2ヶ月と診断される。10月6日に試合に復帰し、シーズン終了後の10月20日には、西武2軍との練習試合で1イニングを三者凡退に抑える。辻は改めて2021年を最後の挑戦と決めたと報じられている。長身から、しなやかな腕の振りで投げ下ろす、最速時速 154km のストレートとキレのあるスライダー、時速 140km を超す SFF が武器。コントロールに課題を残す。埼玉武蔵の略称は2019年は、武蔵、2020年より、埼玉。ありがとうございます。